おはようございます。大木町議員のババタカシです。えっ、ー、と、今日、昨日はですね、お刺身をいっぱい食べて、あのー、フードショップ石川ってね、昔からある、あのー、商店あるじゃないですか。その一万億のお,お刺身をですね、4つぐらい買って、 えーあ、まあ、あそこお刺身だけじゃなくてですね、あの、野菜とかもなんか結構安いのもありますし、あのー、お肉が一番左の奥にあるんですけど、あそこの肉もですね、結構安くて美味しい肉があったりするんでですね、えー、疲れた時、まあ、外に、まあ、最近はまあ、自食があ自分宅で食べることが多いですけど、あのー、そうですね、よく利用させてもらってます。えー、なんでまあ、栄養補給も済みましたし、えー、じっくり寝る ことができましたし、えー、ちょっとやっと体力が回復してきたところですまだですね一応18日19日まあ、1週間後ぐらいです1週間以上ですかね後にまた議会がまた後半戦があるんで、えー、まあそれに向けてですね私は一般質問えっ、ー、と1 8日の お一番最後、7人ぐらい多分、一般質問今回する人がいると思うんですけど、多分6番目ぐらいだったと思う。一番最後の方なんで、多分午後のお、まあ、3時とか、う2時、2、3、4ぐらいの時間帯だと思うんですけどね。ぜひですね。あのー、 まあ、傍聴の方、お時間ある方はですね。来ていただければと思います。その日は18、18日はもうずっと朝からあの最後まで。まあたい5時ぐらいで終わることが多いんですけど、もうずっと一般質問で1日丸1日終わる予定です。 はいえー、で今日はですね、えーまあ、アンケートをずっとおお、まあ、60人ぐらいですかね、11月からずっと取り続けてた中で、えーまあ、あのその他要望はという質問の中でよくあったのが、<coughs> あのまあ、飲食店やってらっしゃるところの、 お浄化水、層の、まあ、維持費なり修理費がやっぱり高いと、すごく高いという、まあ、あの、まあ、陳情というかですね、えー、話を聞いてました。なので、ま、一応ちょっと調べてみたんですけども、特にま、今、飲食店なんかは、ま、一応ま、1日6万円でしたかね、えー、補助が国の方からはついてるので、まあ、どうにかやっていけてる状態だとは思うんですけども、やっぱりそういうちょっと大きい出版 があるとですねどうししても苦しくなるまあ、えー、お店を閉めることもちょっと考えちらっとですね考えたりするようなこともあるという話なんかも聞いてましたので <laughs> あの、えー、一応そのことをですね えー、聞いて、役場の、まあ、担当のこと、まあ、浄化層の、まあ、組合っていうのは、あの、まあ、一応あるんですけども、まあ、一応その上に監督している課がありますので、えー、そちらの方に聞いてみました。でえー まあ、質問としてはです、ね、まあ、一般質問に向けて、えー、町民から要望を聞いていたところ、飲食店の浄化層の補償についての補助希望が多く5日質問させてくださいということで、質問しました。でえー、これはまああの議会の時じゃなくてです、ね、個別に聞いたということです。えーまあ、質問1が、なぜ飲食店は大木町合弁浄化層管理協会に入れないのか。 という質問ですねで。その、その、それに対して回答はですね、えー、まあ、浄化層は、一般住民の生活排水をきれいにするために、大木町での生活では必要なものとなっています。大木町合,合併処理浄化維持管理協会は、一般住民の方への 費用負担の軽減と適正な維持管理を行い大木町の水質保全のためにできた組織です設立に至った経緯としましては浄化層の維持管理の契約は民民の契約であったため浄化層の適正な管理がされているかの状況把握が難しく町として水質保全水質保全があまりできなかったこと 民民の契約だったため、同じ大きさの浄化層でも、費用負担がバラバラで、一部では維持管理する費用が高かったことがあります。あ、そうですよね。えこの状況を改善するために、一般住民の方の浄化層については、協会に加入してもらい、適正な維持管理をし、維持管理費を協会がまとめて支払いをすることで、費用負担の軽減統一化を行っています。 質問にありました飲食店については事業活動つまりまあ営利目的に伴い設置しているため加入の対象としておりませんまた飲食店の浄化層はとても大きくなります大きい浄化層になると維持管理費用が一気に高くなります飲食店を営む事業者は 複数の施設を契約することで、契約内容に交渉,交渉している場合もあり、えーまあ、大きさに応じた金額を設定するのも困難になりますと。協会の運営は会費及び町の補助金で運営を行っており、事業、営利活動を伴う事業においては、これまで通り、事業者責任において管理を行ってもらうものです。以上の理由から、 飲食店のような営利目的のため設置している浄化層は協会の対象とはしておりません。という正式回答になっています。二つの目の質問は、業者が少ないから工事費用が高いと思っている町民が多いのですが、実際どうでしょう,どのどう,でしょうかという質問に関しては、 えー、浄化槽の清掃の許可を持っているのは〜何々障子だけですが〜何々障子は浄化槽の設置工事や補修はほとんど行っておりません〜何々障子が行っているものはマンホールの蓋の交換など軽微なもののみです設置工事及び修理工事となると浄化槽設備士の資格や浄化槽に対して専門的な知識と技術を有する設置 設備業者が工事を行っております例えば浄化層メーカーである何々や町の浄化層の設置工事の登録を行っている指定業者などです浄化層の設置工事であれば大木町浄化設置工事指定,指定業者10社で工事を行っております 何々商事が浄化層の保守、点検及び清掃を行っておりますので、えー、浄化層の異変等があれば、契約に基づき、えー、住民へ報告を行っているのでしはないでしょうかという回答でした。<laughs> まあ、えー、そもそも営利目的の事業者は加入ができないので、えー、各自、えー、やっていただきたいということなんですけども、 まああの一般の家庭であれば、ですね浄化層を設置するときも、確か大きさに応じて、ですね補助金が確かまあ15万ぐらいから200万ぐらいですね、補助金が、町の、沖町の補助金があります。で、また補修に関してもですね、金額、大きさ等に応じて、 えー、確か最大で、まあ、15万だか20万だったか忘れちゃいましたけどもそのぐらいの補修の補助金があるんですよねただ事業者は全くこれに該当補助金をもらうことができないという現状です、まあ ええー、まあ、役場の立場としては、営利目的を外す一般の市民のために設けた組合だ。また補助,補助制度だという考え方。 まあそういう考え方ももちろんあるかとは思うんですけどもまあそうですねまあ事業者さん私は逆ずっと事業をやってきてた身で、えー、まああの働いてきたのはですねほんと2年間ぐらい三陽証券っていって福岡の <laughs> 天神にある支店でですね2年ほど働いただけであとはずっと自営,自営業でやってきてたのでまあ私はどうしても自営業側の考えをですねどうしても おの立場で考えてしまうことが多いですけども、うん、そうですね。まあ正直、大木町、私も日本に帰ってきてですね、まあ、パラオ、フィリピン、マンマ、ミャンマーですね、事業をいろいろ立ち上げて、日本に戻ってきて、まあ、事業をやろうと、最初は。 持ってましたした、まあ、両親あの両親や周りの人からもですねなんか商売をやってくれと衰退するばっかりだからとか言われて、まあえー、自分でできる範囲のことはあ、まあ、現在もですね、えーまあ、民泊やら、あのーまあ、便利屋さんとかですね、えー、自分の手で回る範囲でやってるんですけどももう本当ですね、あのー、お,お店を構えるとか その、ま、あそういうこの浄化層の規制なんかありますしね。えー、まあ、 人手がいるような商売ですね。まあ、飲食店なんかもそうだと思うんですけど、ああいうその人を雇わないといけない事業に関しても、やっぱりまあ人手不足、働いてくれる人が、を見つけるのが大変であったりとか、その、まあ雇ってもですね、そのすぐ辞められたりとか、えー、まあ逆にですね、雇用主側からは簡単に解雇できない、 まあ日本の、まあある意味、労働者にとってはいい,い,い、まあ、法律なんかがあったりしてですね。ええー、まあ、事業をやる側にしてみればですね、これほど、おなんですか、リスクだけ大きくて、ええー、リターンが少ない場所はですね、私も世界中回りましたけど、こんなところはもう本当に他にないと思いますけどね。 えー、もう本当、商売なんかやるべきじゃないと私なんか思ってますし、あのー、まあ、それこそお給料もらってですね、えー、おし仕事をですね、えー、サラリーの分を粛々とやってた方が、それは人生設計としてはですね、えー、うまくいくんじゃないかなというふうに思ってしまいます。だから、あのー、まあ、特に今コロナ禍で、えー、いろんな事業者も困ってます。だから、 あの特に働いている人よりも事業を行っている人の方が今、あ苦労している時期ですからその辺も踏まえてです、ねえー、一応まあ制度度、制度上は今の制度上は無理ということなのであの、まあ、ここまでどうにかされてきた事業者さんとかももう無理やというところもやっぱ出てくるところあると思うんですよね。 なんで、そういうの、そういうのを、まあ、あの、踏まえた上で、まあ、ぜひですね、えー、まあ、コロナ、新型コロナ対策ということで、えー、町も、まあ、一応基本的に国からですね、え、予算が、まあ一、一時交付金ということで、えー、まあ、市町村の方には結構来てます。 え、で、それで結構街の今までやらないといけなかったこと、予算がないからやれなかったことなんかをバッとそっちの方にお金使ったりしてしまってるんですけども、そうじゃなくて、やっぱりそういった、あの、困ってる事業者さん、もう本当元もともと事業者が少ない農家が主体の、 お町の産業構成ですから、あの、そこに頑張ってやってらっしゃるところをやっぱ応援してやるべきだと思うので、まあ、その浄化層の修理に対して補助金を出すのか、まあ、もっと大きい枠で、えー、サポートができるような、あ 補助になるのかちょっと分かんないですけども、まあ、そういったです、ね、補助を、補助に関して、上高層のことも含めですね、今後、補助金制度をですね、検討をしていただけないかということで、要望は出しております。 えーまあ、今のところは、えー、要望だけで終わってますけども、まあ、何かしらですね、今後ですね、えー、そういったコロナ対策に関しての協議なんかあればですね、このこともまた何度でも伝えていこうと思いますので、えーまあ すぐにはですね、対応はできなかったですけども、どうにか少しでもですね、皆さんの気持ちを組めるような調整になるように心がけていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。はい。それでは今日は以上になります。もしよければですね、あの、動画見ていただいて、高評価、ライクですね、その動画の下の方に おいびが立っている方をしてもらったりとか、まあ、コメント、なんか意見があればコメント書いてもらったり、まあ、自分の名前が出るのが嫌な方はですね、直接私の SNS、Twitter、まあ、Facebook、Instagram なんか、あのアカウント私の名前でやってますので、そちらの方に、あの、まあ、直接ですね、個人的なメッセージでもいただければと思います。それでは以上になります。ご視聴ありがとうございました。